ちは。この度記事を書かせていただく高橋です。ところで皆さんは最近友達と遊んでいますか？気を張ってしまうあなたが適度に気を抜ける、あるいは心許せる、そんな人は人生の中でとっても大事な人です。しかし現在の情報化社会では友人との予定を合わせるのも一苦労ですよね。仮にオンラインで話をしていても共通の話題がなければ話は膨らみませんし、そればかり続けてしまうと飽きてきてしまいます。お話はしたい、でも話すことがない、そんな人にこそぜひともおすすめしたいものが TRPG なんです。 TRPG ってなんだそれ？という方、 TRPG とはトークロールプレイングゲームの略称で、日本でも40年以上前から親しまれているテーブルゲームです。ゲーム進行役とプレイヤー最低2人から遊べてしまうとってもお手軽なゲームなんですよ。ゲームを行うにあたり、ルールブックやシナリオ、サイコロなどの準備が必要ですが、現在は無料のものがウェブ上に転がっているので、少し気になった方はそちらを使ってしまうのもいいかもしれません。手軽に始められそうなことは分かった。でも無料ってだけならソーシャルゲームと変わらないじゃないか、どうしてそっちじゃなくて TRPG がいいのさ、という疑問を持つ方がいるかもしれません。お答えします。端的に自由度の違いです。TRPG はソーシャルゲームと異なり、クリック場所がありません。画面もありません。一見デメリットのように見えますが、これらは TRPG において長所と呼べれます。クリック場所がありません。そのため、あなたの行動は千差万別です。扉を開ける行動一つとっても、左手で開けるのか、右手で開けるのか、蹴破ってしまうのか、それはすべてあなたの自由なんです。画面がありません。なので、プレイヤーの世界は果てしなく広いです。オープンワールドよりも広く自由な世界を友達と共有することができます。登場人物の容姿ですらあなたの想像次第になります。しかし、中には自分の想像力がたくましくないから不可能だとおっしゃる方がいるかもしれません。そう、私はそんなあなたにこそ TRPG をお勧めしたいのです。TRPG にはオンラインセッションというものがあります。これは TRPG をやりたい人たちがオンライン上で集まり行うものです。しかし、会ったこともない人同士で満足に TRPG を行うには、要求されるコミュニケーション能力はとても高くなってしまいます。商業利用でないお遊びでも、参考画像の使用や他人への配慮が求められるのは、はっきり言って苦痛です。あくまで TRPG は、あなたの娯楽なのです。あなたが楽しむことのできないゲームに価値はありません。シナリオに記載された美人な金髪の女性の参考画像に自分の好きなアニメキャラクターを持ってくる。かっこいい決めのシーンに自分の好きなバンドのかっこいい曲を流す。もしかしたらそこから話題が発展するかもしれない。舞台を通じて友人との話題の共通点を増やせる。そしてその話題がさらなるコミュニケーションにつながる。それこそが TRPG の魅力だと私は思います。ですからあなたもぜひ友人と楽しい TRPG ライフを送ってください。本日の私の記事はここまでです。最後まで読んでいただきありがとうございました。もしよろしければ気に入りましたらチャンネル登録といいねの方よろしくお願いいたします。